今日は久しぶりにシングルフィンでサーフィンしたいと思います。はい、はい、じゃあフィンつけて。逆、あ、いいんだ、当てた、ごめん。久しぶりすぎて忘れちゃった。レッドクックスとベインアイパーのシングルフィン。違う。先にね、先に丸い方から入れる。こっちか。そっちそっち。こうだ。そんで、うん、そう。で、カチャって入れて、どっちにする？パンって押し、前の方でいいよ。うん。動かしたいんで、前の方につけます。はい。で、結構グッってなってからちょっと半回しぐらい。うん。おーい、おーい、おーい。それふざけてんじゃないんだ。本気本気だったの。これも前でいいんでしょ。そうそうそう。あの前後が前の方、もうちょい。逆だったから間違えた。ああ、そう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 、逆。そう、前の場合と後ろの場合があるからネジが。もうちょい前でいいんじゃない？ちょっと待って。フィン。あ、そうそうそう。あ、しまった。波は膝、もも、人が多いっすね。
波は膝もも、膝ももで乗れる波は膝ももでした。どうですかシングルフィン久しぶりの。なんかすごいサドルしなくても乗れちゃうから、うん、楽しかったです。うん、動かすのはどう、ツインフィンと比べて。あのゆっくりやらないとなんかこう引っかかっちゃうっていうか、うん、また取れちゃうからゆっくり動かす練習が必要だな。はい、撮ってる今日は、はい、シングルフィン2本乗りました。いつもツインフィンばっかで久しぶりで、なんすかね、出だしは早いけど横に走るのは多分ツインフィンの方が早い感じだけど、なんかピタッて止まった時の安定性っていうかのはシングルフィンの方が早かったり安定してたりするのかな。波もあんまりいいの乗れなかったんで、また乗りたいと思います。お疲れ様でした。急に温床は良かったね。一応ちっちゃいけど風がいいうちで。